はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります。さあ今回のテーマはね、もういよいよ具体的な内容になってきましたね、楽天が倒産したら基地局撤去工事ね、撤去費用決税が使われるね、これすごい気になるところだよね、これね。はい、視聴者様からね、コメントをいただいております。楽天が倒産して電柱アンテナの撤去するお金がないとなったら税金で撤去になるのだろうか。基本ビルの屋上とか個人の家の庭とか駐車場の片隅とか私有地に建ててますよねってことでね。そうなんだよね、今までぶわーっと全国に張り巡らした、要は、まあ、基地局ね、それを撤去する必要がある、ね、であと厳密に言うと、KDDI から、ね、借りるための、ね、ローミングでその戻す費用も確か本来かかるんじゃなかったかな、違ったかな、ね、まあいろいろやめるにしてもお金がかかるわけです、とりあえずね。で現状ね、今2200億の借金を個人投資家にしてるわけです、ね、で年数パーセントのやつと、あとあっちのどこだっけ、楽天カードだっか、ね、どこだかのやつは利回り 12% ぐらいのね、ジャンク債とか、まあ、そこら辺のやつを使ってるわけで、でこれが2年3年で返さなきゃなんないんで、で利回り の利息分もちゃんとね返さなければならない、ね、で、まあ、既にそれが2200億と返却するまでの利息もちゃんとね個人に返さなければならない。で、その目安、要は2023年度中に、単月黒字化を目指している。でそれが怪しい、なんでかっていうと、今現在の楽天モバイルに契約している人全員がマックスの値段をね、契約2908円の消費税いただいたとしても全然収益が足りないねっていうことなので、さあどうなるんだっていうところに、まもなくね、この2500億追加で、社債がね、売り出されるということです。まあ、そうすると、まあ、ざっと、すごいことになるよね、利息含めて、ね、5000億はもう突破するだろうね、それはねものすごいことになるよね、まあ、軽く、ね、いっちゃうよね。であとこれがあったよね、今ね、元社員の46億の着服、ね、で関係していた、まあ、会社切る、ね、そこのところはもちろんなんだけれども、要は資産、要はね、社長債、ね、それが認められて、でその要は実際に末端の、ね、受けてやってた工事をやってたところが一気に要は倒産に追い込まれた、ね、だこの基地局今整備してるとこもう今すぐ離れてって感じで、もうそのまんま放置状態、ね、去年からそういうところがいっぱいあるわけです、ね。まあ、そんなわけでこの基地局を整備していた会社がもう倒産してしまっている、そのまんま放置状態、ね、そういうことになっている。であと楽天モバイル実店舗が、ね、できたばっかなのにすぐに畳んだところもあれば、郵便局がほとんど一気に、ね、ほとんどなくなるよね、4月までにパンフレットで買っちゃう、ね。まあ、そういうことで、基地局は増えねえわね、ほったらかしたわ、そんなところを後からやる会社が出てくるのかどうなのかね、店舗も減ってくる。で要はここだね、今現在契約者が増えないね、つながりが悪い、プラチナ回線がないからつながりが悪いね、使い勝手が悪いで他社もだんだん安くなってきたね。だからそので万が一なんかあった時につながらないで復旧が遅い、これが楽天なんで、だから契約者が増えないんですもう、ね。で今度はそこに社員にノルマ一人当たりね、3回戦だか5回戦だかノルマがあって、で取ってこないやつは解雇で脅かしてるっていうね、まあ、そんな噂があるよね、まあ社員が言っていたっていうことでね、そういう情報がわーって今広がっております。まあ、こういう内容を見てみるともう
お金を借りるところがないので、ね、個人投資家からどん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 いっぱい借金を起こされて、で一気に倒産するよね。だから倒産した場合にそのケツを拭くのはケツ税なのかどうなのか、ね、そこなんです。一緒さんのコメントもねちょっと見ていきましょう。小太郎さん、おじいちゃん様、もはやこれまでなのかな、来年 NTT に変われるかな、私はサブ回線に先週ポポにしてみました、どこかのタイミングでトッピングしてみますが基本的にギガ活で運用してみます。おじい風邪ひいた、パブロン飲んであったかいもの食べて風邪吹っ飛ばしてくださいね、ありがとうね。まあ、こじらせる前にパブロンゴールド飲んでるけれども、あのここのとこね喉が痛いね、ちょっとあの表出てると喉が痛いね、うちの中にこもっててもほこり吸って喉が痛いね。どこに行っても喉が痛いね。はい、次はね、ウォルフェウェブさんだね、読み方難しいね、おじいさん動画停止ということをして残念だったんですがね、そう復帰できました、ありがとうございます。楽天の件ですが、利回り 12% の社債発行をドル建てで行いましたが、何やらまたアメリカのジャンク債市場でドル建ての証券を発行が計画されているんですね、2500億、ね、で、モルガン・スタンレー証券が主幹事のようです。今回の利率は 12% 以上だというのが慣例、恒例のようです、ね。期間投資家向けなので個人では買えないでしょう、ジャンク債なので BB 評価になっていますということで、ね、あ、そうなんだ、機関投資家向けだから個人は買えないんだ今度のやつは、ね、あ、まずね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ごちそうさまです、ね、配信お疲れ様です、早くて今年来年には浄土撤退だと思います。ところがね、NTT も KDDI もね、どっちもねメリットがないんだよね、楽天モバイルをもらっても意味がない、ね、マイナスのお金がかかるだけでプラスがないんだよね結局ね。楽天モバイルすでに3社協議で市場熟成していたのに無理やりねじ込んでますね。風邪よくならしてください、配信ねありがとうございましたってことでね、ありがとう、ね、お疲れ様でございます。事業譲渡もかなり前から噂になってたんですね、総務省の注意は完全な茶番ですね、金融庁みずほ銀行の業務改善命令と同じですよねってことでね、まあ、あのどんな会社を言ってもね楽天には何にも聞かないからね。はい、キムさん、おじいこんにちは、私たちはモバイル難民になるのでしょうか、ね、いや別にな、あの楽天がなくなっても別に 元に戻るだけで、あの楽天がスタートする前よりは全体的に今安いものがいっぱい増えてきたんで、だからあの頃よりはいいんじゃないの、ね、300万回線、実際は100万人ぐらいの難民が発生しますね。しかしどうやら日本では通信は銀行電力と同じ身分みたいですね、多分国が完全に救済してくれますね、よかったよかった、ね、でも税金じゃん結局ね。で、あのガチンコで楽天モバイル使ってる人ってどれぐらいいるのかなっていうね、まあそこのとこだよね本当ね。楽天も事業拡大主義だから、野球、サッカー、楽天市場、楽天モバイルね、うん、だからここら辺あの真っ先にどんどん手放した方がね、あのいらないじゃんね本当ね、うん、楽天市場でやってればいいんだよ本当。てか多分負け試合のデキゲームをやらざるを得ない、途中でやめられない事情でしょう、全然使えないことや半月でやめたよね、影星がね、右谷のね、これ何これね、握ってんでしょう、まもなく全体乗っ取られってことでね、ガーね、言うとバンになっちゃうよ。楽天は汎用システムを使ってると思われるので、おじいが言うように一度故障が発生すると連鎖的に起きるよね、前もって更新するのが
好ましいけど残念ながら金がないところは、どこの世界も同じだけど設備が、ね、脆弱なところはそういう科学しか寄ってこないと思う、うん、そうだね、ジャンクシステムにはジャンクの客しか寄ってこない。だからその一番粗悪ジャンクを取っ払って0円なくして、で有料な客だけ残そうっていうね、その表現で貧縮食らったけども、ね、でもまあそもそもちゃんとしたお客さんっていうのは楽天選ばないから、まあちゃんとしたお客さんっていうか、電波がもし万が一なんかあったら困るとか使えないと困るとかね、だそういう人たちは楽天使わないからね、結局ね。はい、ポテチトさん、おじお疲れ様です。弱点モバイル以外がいくら苦しでもモバイル事業がこれだけ赤字ならやっぱり倒産してしまうでしょうね。来年は弱点モバイルだけでなく下手したら楽天自身もないなんてことにこのままだとなりかねませんねってことでね、そうなんだけど、今だったらまだギリギリね、モバイル事業を手放してね、なんとか他のところを立て直す、でまだ黒字が出てるところモバイル事業だけなんだから、ね、まだなんとかやり直せるけれども、このまんまどん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 ね上乗せしてやっていくともう取り返しがつかないからね、っていうかもうすでにもうニッチもサッチもいかない状態になってるわけで、で今の要はプラチナ回線はないし、じゃあ手にするとしてもだいぶ先の話だし、実際にはそうでしょ。であとプラチナ回線使えるようになったとしたって、じゃあそのプラチナ回線使うためにまた携帯買い替えでしょ、結局今のお客さんに要は負担をさせるってことじゃん。で、ね、でその期間までもしとか持たないのか、だって黒字にならないんだもんね、とんでもないお金をまあ、グループ全体で儲かりゃいいじゃんなんてどんぶり勘定でやってたけれども、要はグループ全体でプラスが出ないんだからね、しょうがないよねこれね、うん、だからまあ今ならギリギリなんとかねやり直せるけども、2500億ねまた借金を重ねてどうなるんだろうね。はい、これ社債のデフォルト、楽天が倒産したら全額パーもしくは一部しか戻ってきませんよということで、要はまあそれが消費の利回りがいいやつなんで、だから要は今年も行われるやつ、まあ、両方合わせてね、まあ、5000億ぐらい、2200億と2500億、まあ、利息別にして、でそれが別にパーになったら投資した人がねちゃんちゃんで、ああ残念失敗したでね、チキショー、じゃあ他で戻ったろっていうね、だからそこでチャラになっちゃうので、要はギャンブラーは勝つこともあれば負けることもあるから、まあ、とりあえずそこのところで、だこう他のところの借り入れとかだと要は負債を抱えてってなっちゃうけど、まあ社債の場合は倒産してもただパンになるだけなんで、だからそこの今はそこの借金が大きいから、まあ倒産したら倒産したでとりあえずポワーってかパーでんねんってかね、ポワーって感じで、ね、だパーになってちゃんちゃんで終わるんだね。ただ基地局撤去するのにお金かかるから、どうなるんだろうっていうね、そこだけ心配してるところがね。おじお疲れ様です。楽天としてはそう共倒れになるのは絶対避けたいところですよね。思い切って手放した方が良いと思います。本当そうだよね、うん、まだ今なら残れる。しかしせっかくここまでね、これ何これね、ほにゃいてきたネットワーク網だからどこかに買ってもらえたら良いですね。あるいはデータ通信サービスまたは公共 Wi-Fi 事業に特化させるとかね。でも買ってもらえ、だって買ってもらえるとこではないじゃん。だって全然ダメなシステムで、で借金かいて、だって全然出来上がってないしまだお金かかるし、だって買うだけの価値がないじゃん、結局
楽天モバイル自体に。他のところだったらまだ全体グループ全体だったらまだ他のところが価値あるけどね、え、だから要は共払いになって、他のとこもまとめて買ってくれたらっていうのはあるかもしれないけど、モバイル事業だけ共払いになる前にモバイル事業だけどっか買ってって言っても今の状態だって、だって今の状態をそのまんま使ってっていうのはだって他のところは絶対やらないし、その引き継いでやる人だって今の調子悪いのをそのまま引き継ぐことなんでしょう。だって未来がないものを買ってくれるとこがないし、あと譲渡でもだ1円って言っても大変でしょう。だって先の見通しが可能性がちょっとでもあるんだったら、だってこのまんまご利用して進むでしょ。だそれができないから捨てるわけだから、だからそんなところを引き継ぐ引き継ぐってだって今 Google 様があれだよ、いろいろ解雇したりとか、だって広告なりが減少したりとか、だって我々 YouTuber の要は広告収益ボーンって今減ってるでしょ。でおじいはいろんなものをバン開けで発射しちゃったからほとんど収益バンと同じ状態になっちゃってるし、他の大きいところも今景気悪いんで、だからあぶくゼニが無わじ者が余っててちょっと税金対策で金捨てていせっていう、そういう企業がどれぐらいあるのかなっていうね、え、謎。楽天だけあって気楽だな、本当だね。撤退するのは良いが現状回復費用のことも考えなきゃいけないからね。そうなんだよ、ね、それをこれらに鑑みると他社への売却は望ましいけど、スリーキャリアすら拒否してるんでしょう。そう、いらない。アンテナの撤去費用すらままならず、長年違法状態だった某 PHS もあったからな。結局のところ外資ファンドが買うとしか思い浮かばないよ。中国系が買ったら日本は中国の植民地になってしまう。でも中国が買った方が何かやるときにバーンってやるからね。楽天のやり方って中国方式だから、だから今景気がいい中国に買ってもらって、でパン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 やった方がとりあえずお金はかけてバーってやるんじゃないかな。どうなんでしょうね。はい、花見さん、もし倒産したら俺たちの血税で補填、総務省がまともなら業務停止するはずだが、ボケた連中だから手遅れになって詐欺そうです ね。本当だね、うん、これがね、これが答えのような気がする、ね。はい、そんなわけで今回はね、皆さんのご意見もまとめて紹介させていただきました、ね。楽天が倒産したら基地局撤去費用、ね、我々血税が使われる、ね、もうお金がいくらあっても足んない、ね、アホな K、ね、ミスター K、ね、アホな K が、ね、ろくでもないことをね、早くやめろ、チキショウ、ね、愛知が処理になってから日本はろくなことがない、ね、とっとと変われ、ね。そんなわけで、楽天が倒産したらね、本当そんなところにかけるお金があるんだったら他のところにかけなきゃなんないものがいっぱいあるのにね、本当に迷惑な話です。皆さんのご意見もお待ちしております。またね、バイバイ。